まあ、大阪といえばね、この金龍という有名なラーメン屋さんです。24時間営業。今日はね、あのクラブが終わって、あのスタッフ、サム&デイブのスタッフ2名とこれから金龍を食う。いやそういうことですか。負けもんがさ、いやいいよいいよ。最初グーチョキフイ、最初グーチョキフイ、最初グーチョキフイ、よっしゃ。マジかごちそうさまです。マジかもういいよ、もう。え、もうこれ600円に、まあでもまあ用してくれてるしね、たまってるしな。納得ね。自分で解決しようとしてる。まあなんで。いやもうね。あ、すごいいい匂いする。どれぐらい？久々？2週間、3週間前ぐらい。ああ、そうなんや。終わってから俺ら飲みに行って、うん、で飲み終わりに言うから朝8時とか9時とかで。ああ、そうなんや。腹減ったら一番手っ取り早い。今日よりちょっともうちょっと遅めっていうか、まあ朝、そうもう明るい時間やったよね。もう完全にみんな出勤してる時に俺たくやって聞いて、これをね入れてドカンと、24時間の焼肉屋さんある。ね、名前が出てる。はい。
すみません、替え玉とかないですよね。ないですよね。聞いたことないです。でも美味しいわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。よし。まあまあでもちょうどタイミング良かったね。人が出勤中。なんかすごい懐かしい感じがするんだけどね。気のせいかな。なんか昔よく。いやいやそうだね。大阪来たらやっぱり。というわけで、ごちそうさまでした。すごい美味しかったですね。まあ、大阪といえば金龍っていう人がいるけど、でもここに住んでる人はやっぱそんなに金龍金龍って言うのかな。なんかもうそんなに行くっていう感じじゃない。感じじゃないです。ああ、酔っ払ってないけど。とりあえず24時間やし。でも大体ラーメンやわ。ラーメン通りって呼ばれるところが、ああ、そっち側行くし。ちょっとまだそこも次回。じゃんけんで始まり。ありがとうございました。ごちそうさまでした。いや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 。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。